カウントイン。お前に近いところ、インターだけあって。フックのラケットは、インナーに、インナー、まあ、ナイロンカーボンなんですけど、どっちかというと合板に近い、玉持ちがいいラケットなんですけど、それに比べて、ケンタのは玉離れが早くて、どっちかというとこう、弧線を描くよりかは、まっすぐこう飛んでいきやすいなっていう感覚。あとまあ極端にグリップが僕のは結構太いんですけど、同じフレアでもケンタのすごい細いんで、それでまず自分の中ではなんかラケット握ってる感覚がなかったです。ディスる。安定感がやっぱ上のラケットはありましたね。リコーバーに近いだけあって。でもその分パワーがないとボールはあんまいかないかなっていう印象はありました。上田がパワーあるから多分上田のパワーで多分ちょうどいいぐらいなんで、基本的に僕がラケット使っていいっていうのはあんまりないですけどそれぐらい止まらない。一発の威力というかは断然こっちの方がスピードが出るなっていう印象。僕のやつはまあドライブしたら回転かければかけるほどキュインっていう音がするんですけど、上田のはなんかボスボスなんかあんまり回転かけても常に一緒な音っていう。やりやすいし、結構やりやすかったです。飛びすぎるんで 100% で打たなくてもちょっとこう力を弱めてもそれなりにいいものがいるので、こんなにインナーとアウターで違うのかっていうぐらい、この本当に何ミリの差でこんな打球感も違うし、まあ、どっちを選ぶかですよ。こっちは飛ぶけど安定感に欠けるけど、上田のは僕よりかは飛ばないけど安定感はある。ケンタのラケットは、回転をかければかけるほどその当たりが強ければ強いほどいい音が鳴るので、そういう打球音だったり、ボールにスピードを出したい人とかはこっちのラケットの方がいいんじゃないかなと思います。はい、ラケットの開けない。